そう。はあ、なんか事務所戻ってきたらこうやってイベント始まったんで急遽動画撮ることにしたんですけど、イベントというかサブストーリーやな。なんかフラグは立ったんですよ。街歩いてたらどうかしたのか。あ、社長、今会社のこと考えてたんですけど、はい。うちまだまだ人材が足りないですよね。やはりそうか。まあ確かに管理する物件が増えてきたのに人材がそれに少し追いついてないかもしれないの。まあ一応今風俗王と対決してるところなんですけども、はい、あの電脳王はもう倒しちゃいました。はい、それで物は相談なんですけど、人材募集をなんかしちゃってもいいですかね。あ、そのパターンで増えるパターンもあるのか。人材募集、はい、今のままじゃ人が足りなくていずれてんやわんやになりそうで、だから募集をかけたいんですけど。そうか、実は俺も人材募集をやってみてもいいかなと思っていたところだったんだ。やった、じゃあ募集かけちゃいますね。ああ、頼んだ、いい感じにしといてくれ。はい、はい、あ、そうだ、社長には面接官をやってもらいますからね。何？面接官？俺が、あ、何それ面白そう。無理だ。何言ってるんですか、この会社の社長はあなたなんですから絶対やってもらいますからね。面接官、面接官って言われるの？面接官別に面接官って呼ばれへんやん。じゃあお願いしますね、応募があったらまた声かけますんで心の準備しといてくださいね。わかった。うん、これで、ああ、次進むときは一回出なあかんみたいな感じか。じゃあ今のちょっと進歩状況やってやろうか。あ、トラブル発生しとる。風俗さん、風俗王エリア、ここトラブル発生したら何もならんのよ、進まねえ。一応ここはね、1回5000万やったり、これ6000万やったり、ほぼ7000万やったりね、稼げるようになったんですよ。で、ここはまだ28万やけど、うん、で、まあ多分上についてる、何、トラブル発生中の上についてるのが、まあ大体見込み額というかっていう感じなんですけど、まあね、こんな感じで裏で、あんまりね、てか結構動画撮りにくくて、これだいたい 60% とか超えたらイベント進んだりするんですけど、なかなかね、まあイベントもまあいいかみたいな感じやったんで、電脳みたいな、とりあえずそうね、どこまで進めるやろ、まあ賭博王までは進めようかなと思ってます。はい、てなわけで、賭博王まで進んだら全部かてか。これマリナに話しかけたらなんかあんのかな。あ、社長、前に話してた人材募集の件、応募がありましたよ。そうか、どうします、今から面接しますか。あ、そのパターンか。あ、じゃあ面接する、面白そうやし、はい、あ、わかった、面接をするか。はい、お願いしますと言いたいところですが、社長、その格好で面接するつもりですか。あかん。あ、そうだか。うん、その格好だとちょっと社長らしくないですね。威厳というか、醸したインテリジェンスが、インモラルでやんす。なんだそれ、お前。カタカナ弱いにも程があるやん。インモラルじゃなくてインテリジェンスです。あ、そうだ。メガネ。懐かしいな、それ。似合うじゃないですか、社長が置きっぱなしにしてたメガネ。これなら成績もインテリジェンスも保えますね。威厳か。またこのメガネをかけることになるとはな、うん。じゃあ準備も整いましたし、応募者の子呼んできますね。いけるかな。不安やな。もうすぐ就活生の方がいらっしゃいますが、その方に働く意欲があるかどうかちゃんと判断してくださいね。働く意欲があるかどうかか。同い年ぐらいじゃん、キリュウさん。最近では面接の車代をせしめるために会社の面接を受ける就活生もいるらしいですからね。あ、そうなんや。それはけしからんな。何、そんなやつがいるのか、許せんな。まあ俺にかかればそんなやつすぐ右抜けるが。どっから来るんですかね、その自信。ん？来たか。なぜ入ってこないんだ。社長、どうぞって言ってあげないと、じゃないと就活生は入ってきませんよ。どういうことだ。おい、怖いねんけど。このコンコ、とにかくどうぞって言ってください。これ以上ノックされしたら手が痛くなっちゃう。
どうぞ。失礼します。若い男の声。お？伊集院春彦です。よろしくお願いします。伊集院春彦。ああ、よろしく。あいつ、椅子が見えてないのか。なんですよ。お座りください。言わなあかんねん。なんで座らないんだよ。社長、おかけになっちゃおう。おかけになってください。いや、お座りくださいって。犬じゃないねんから。じゃないと、就活生は座れませんよ。何？なんだそれ、ふざけてるのか。なんで怒ってんの。何に対して怒ってんの、今。ふざけてません。彼ら大真面目なんです。とにかく座らせてあげてください。おかけください。失礼します。うん。なんかもう疲れてきたな。面接はまだ続くのか。始まってもないよ、まだ。まだ始まってもいませんよ。とりあえず質問してみてください。彼がうちにふさわしい人間かどうか見極めるんです。質問か。今日のパンツの色は？好きな女のタイプは？どうしてうちに応募して？あーでもふざけん方が良さそうやな。好きな女の好みは？好きな女の好みは？お前、呪術廻戦の登場か。え？は？好きな女の好みですか？ああ、そうだ。男同士腹をくくって話そうじゃないか。ちょっとちょっと、何聞いちゃってくれてんですか。いや大事なことだぞ。信仰を深めるには効果的な質問だ。確かにそうかもしれませんだけど、そういうのは彼の入社が決まってからにしてくださいよ。それもそうだな。ははは、そうですね。そこの秘書さんとかタイプの好みのタイプで、お前顔が嫌よ、なんかお前不採用。え、嘘本当？うふふ、もう移住行ったら初任給はいくらがいい？お前、おいまだ内容を決めてないぞ。はっ、失礼しました。お前もお前やな。質問か。どうしてうちに今日のパン、あ、これ全部聞けるやん。全部聞こう。今日のパンツの色は、いや興味ないな、こいつのパンツの色ですか。それは仕事、何か仕事に関係あるんですか。いや、でもチャラついたん履いてたら嫌やな、ちょっと。特にないが、面接ではパンツの色を聞くもんじゃないのか。それは偏った知識ですよ。あの人のパンツの事情を知ってどうするんですか。特に何もしないが。ああ、すみません、今の質問はなしで。ああ、はいはい。それそうですよね。質問か、まあ普通に聞くか。どうしてうちに応募したんだ。はいはい、不動産という仕事を衣食住の住、人間の生活に根源たる部分に密接に関わる仕事の一つだと私は思います。そのような業界で働く人間は信頼が求められます。責任も大きいでしょう。しかし私はそこにやりがいを感じるのです。そして御社では入社したばかりの人間でもすぐに最前線で働かせていただけるとのことで、自分を成長させるにはうってつけだと感じました。こういうこと言ってる。シルバー暴気がスラスラ出てきますね。何度練習したんでしょうね。どうだかな。社長、意外に面接官らしい質問できるじゃないですか。まあ2個外したけどね。その調子で伊集院さんがうちでちゃんとやってきそうな人間か見極めてくださいね。ああ、わかった。さて次は何を聞こうか。挫折したこと、どんなことでもするか。挫折したことはあるか。あ、こういうの聞いたらいいんじゃない。挫折したことはあるか。なんかどれも別にふざけてなかったから、これは普通に聞こう。挫折したこと、特にないですね。あ、そのタイプか。自分は割とそつなくこなせるタイプなので、あまりそういうのしたことがありません。はあ、恵まれた人なんですね。それとも運がいいのか。どうだろうな。さて次は何を聞こう。得意なことを、どんなことでもするか。得意なこと、あ、これ全部聞くんか。得意なことはあるか。はい、得意なこと、それを、そうですね、英会話ですね。小さい頃はアメリカに住んでたので、ちょっとした、商談くらいなら英語でできます。すげえなこいつ。あとは大学でテニスサークルのリーダー、よくあるやつ、よくイベントや飲み会の幹事をしていました。ですから企画や立案は得意な方だと思います。おお、すいません、ちょっとノイズが入ってきたんで一回止めました。コミュニケーション能力が高そうですね。友達も多そうです。そうかもな。さて次は何を聞こうか。あ、どんなことでもするか。伊集院、お前この会社に入ったらどんなことでもするか。ええ、
はい、どんな仕事でも進んでやらせていただきます。それが人殺しでもろか本当にどんなことでもするんだな。はい、はい、もちろんです。そのために僕はこの会社の面接を受けに来てるんです。すごいですね、即答ですよ。やる気十分ですかね。どうだかな。ではこちらの質からの質問はこんなところですかね。一重さんは弊社に対して質問などございますか。質問ですか。うん、そうですね、特にはないんか。あ、そうだ、合否の結果はすぐにいただけると聞いたんですが本当ですか。はい、はい、本当です。今から社長と話し合いますので少々お待ちください。じゃあどうしましょうか。この人合格にしますか、それとも不合格ですか。何、ここで決めるのか、今すぐ。はい、時間かけること、お金もかかりますから、経費削減ですよ。うん、削減にも程があるだよ、確かに。伊集院さん、志望動機もスラスラ読めましたね。英語もできるし人をまとめる力もありそうです。どうしましょう。合格不合格、でもなんかこっちからの質問なかったら気になる。なんかどこでも良さそうやな。不合格不合格なんか気に食わんから。不合格だ。不合格。この俺がどうして。なんとなくだ。なんとなくだと。ああ、お前が発する言葉は、どれも上っ面だけで取り繕っているようなものばかり。俺にはそう感じられた。ああふざけんな、人がこんな小さい会社受けに来てやったのによ。ほう、なんか交渉に出てるな。なんだこの会社、社長は面接のレシネーションをこっちからノックしすぎて手痛いんだよ。あー時間の無駄だった。ほう、本性を見せたね。おい、わざわざ来てやったんだ、せめて車代をよこせよ。はい、あ、はい、おい、待て、こんなやつに金を得る必要はない。ああ、俺は車代もらえるって聞いてから面接来て受けに来てやったんだぞ。ふざけんな。そのパターンか。ずいぶん指導動機もスラスラ言えていたが、他の会社で同じことを何回も言ってるんだろう。そして車代をせしめに来た。最初からうちの会社に入る気なんてさらさらなかったはずだ。だからどんなことでもするなんて即答できた。違うか。おお、なんか見抜いてんね。グーだったらなんだよ。ここは崖のお小遣い稼ぎの場所じゃねえ。とっとと消えろ。ひー怖この面接官怖おっかな。ひえー、社長おっかないですね。ああ大声出して悪かったな。いやいや、でも社長すごいですね。あの人の本質をちゃんと見抜いてました。私なんてまんまと騙されてしまいましたよ。なんとなく感じたことを言っただけだちょっと見直しました。あ、でも人材募集はまだ最初からやり直しですね。あ、確かにそうなるな。またよろしく頼む。はい、はい、有能秘書にお任せください。おお、人材求む。おお、なるほどね。これで一回終わるんか。おお、もうでも桐生さんのサブストーリー20個一応やってんのか。はい、まあ今島さん時のあの消費税のサブストーリーと同じようにここでちょっとねスグラグ立ってしまったね。なんかあんた若いな。なんやお前まだまだ人生舐めてるだろ。なんなお前大人は大変だぞ。うるせえわ。うるせえなお前おう、まあとりあえず話してみようか。おいおい、お前らどんな事情があるか知らねえが、女相手に恥ずかしくないのか。ああ、てめえに関係ねえだろ。こっちとらこのおばさんに教育してやらねえとのよ、してやらねえといけねえのよ。すっこんでな。いや、そういうわけにはいかねえな。目の前で女を流れられるのを見過ごせねえ。ああ、まずはてめえからぶっ殺してやろうか。気絶してりゃ目の前がで何が起きても関係ねえんだからねもし俺がお前が俺に勝てればそうなるな。すかしてんじゃねえぞゴルアーゴルアーはもうゴルアーってお前。まあいいや、やるか。ドン、よっしゃ、あとこいつだけか。まあ俺も終わるな、もう。よいしょ。はあなんかもう嫌やわ、ああいうスタンガン持ってるやつ。ひぃ、暴力は勘弁してくれ。よう言うわお前。どっか行った。騒がしくして悪かったな。いいえ、あなたは私の命の恩人です。ありがとうございます。おばさん、
こちらお礼ですわ、受け取ってくださいな。タフネス Z を終わりだと、でも命を助けてもらったんです。これだけじゃ足りないですね。いやもう十分だ、バイバイ。いや、それだと私の気が済みません。ぜひともちゃんとしたお礼がしたいのですが、今からお時間ございますでしょうか。まあ時間はあるけど、時間はあることにはあるが、本当ですか、ありがとうございます。お礼をしようにもここではなんですし、ひとまず場所を移動してからお話しさせてくださいな。何、ああ何の話されんのやろ。喫茶店、何の音楽、お誰。先ほどは本当にありがとうございました。申し遅れましたが、私根津と申します。俺は桐生だ。桐生さんはここまで移動してください、移動をしていただきすいません。どうしてもちゃんとしたお礼がしたかったのです。それは構わないが、そのちゃんとしたお礼とのは一体。ええ、そうでしたわよね。なんか怪しい匂いすんぞ。こちらです。んなんだこの缶は。アハサ水なんか結構きな臭くなってきたな、おい。アハハ水、DHA 配合って書いてるけど、この水を飲めば血流がとってもサラサラになるんです。お肌もツヤツヤになりますし、この水でお料理なんかしたらもう最高に美味しくなるんですよのよ。ほう、これはすごいな。最近偏った食生活ばかりだから体の方心配でな。一人暮らしの男性の方だとそうなりますよね。わかりますわかります。桐生さんには私の恩人ですからね、私勉強させていただきますわ。インベーダーゲームあるな。アース水通常1ヶ月150万、おほほほ、100万ポッキリでご提供させていただきます。水200万月払うか。何、金取るのか。いいものをお金にかけるのは当然です。水を飲むだけで健康になれるんですよね。もう水道水で俺は、水を飲むだけで健康に、使用需要競争にもいいのですよ。男性だとあっちの方ももうビンビンだとか、もうええわお前。血流サラサラ、お肌ツヤツヤ、元気もビンビンか。股間を映すなお前股間を映すなそれで。ビンビンですのよ。アハハ水100万円で買っていただけますよね。いや断るよ。ていかんいかん、悪いが俺は水に金払うほど景気がいいわけではない。うふう、ご心配いりません。お金を払っていただくのは一時的なものですので。どういうこと、一時的。というもアハハ水を購入されました後、キレイさんはご家族や友達にアハハ水を紹介して買ってもらうことができます。アハハ水料金150万のうち、キレイさんの紹介料として50万円ほど受け取ることができるんです。何これマルチ商法ってやつか。ネズミ効果、つまり俺は100万円でアハハ水を買うわけだから、知り合い2人に商品を紹介して売れば実質無料で水が手に入るのか。さすがキリエさん、お話が早い。いやいや、しかもより多くの水の知り合いに売れば収益にもなるということか、はい、そうなんですね。まさに金のなる水なる木いいえ、金をが湧く水ですわ。水を紹介するだけ1人当たり50万の儲け、10人で500万、1100人だと5000万。そんな簡単な話の、どうです、いいお話でしょ。いや全然いい話じゃない。いやで全然いい話じゃない。こんな水知り合いに売れるとは思えないからな。まあなんてことを。キレさん、アハハ水の効果をまだ信用してないみたいですね。うん、してないね。アハハ水は若返りの効果もあるんですよ。私はかれこれ半年ほどアハハ水を飲んでいます。キレさん、私は何歳に見えますか。40代後半。40代後半ですが、40代後半だろう。いや、だから40代後半だろう。確かにそうですけど、そうなんかい。当ててもうた。体の中は多分はすごい若い気がしますのよ。内臓とか多分すごく若いんじゃないかなどんどん説得力が、お前の方も疑い始めてきて、それもこれも全部アハハ水のおかげ。ああ、こんな水毎日飲めるなんて幸せだわ。
それでもいらん。それでもいらん。めっちゃ拒否し続けてるけど。そうやね、こんな素敵な水を、超格安で買えるんだもの。それやっぱりいらないわよねって。今いらないって言った？ああ、そんな若返り効果など俺には必要ない。なぜなら俺は若いからだ。うん、そうやな。くるぬ、若造が面白くなってきたわね。次はどうする？こんにちは。ん？ん？誰や？あ、さっき見てた人。よろしくね。はい。はい。おい。誰や？おい、誰だこの女は。キリエさん紹介いたしますね。彼女はハース販売戦略部門営業担当のナオです。よろしくお願いします。上の名前なのれ。色気のある美人だな。私、キリエさんがハースウェイを買ってくれたらとってもとっても嬉しいな。むむ、そうか。もしキリエさんがハースウェイ買ってくれたらとってもいいことしてあげるのにな。いや、こういうパターンあんのよね。あんのよ。あの、マルチじゃなかったけど、俺もコンビニでバイトしてた時、宗教勧誘された時、一人おばちゃんで一人美女やったのよな。バイト、働いてるだけで、なんかもう悩み事ないですかって失礼な切り出しされたけど、そんな、朝、夜勤してたの朝方やったから、そりゃ疲れた顔してるわっていう。とってもいいこと？えへへ、恥ずかしいけどキリエさんだけ特別だからね。アースイ買ってほしいな。ムー、ムーちゃうねん。ねえ、アースイ買って買って買って、アースイ買って買ってよねってば。買うぜ、買います。買わないこともない。買わない、買えると思う。何この5つも選択肢いらんやろ。いやでもここは買わないこともない、買わないこともないって言ってみよう一回。買おうかな。わ、私嬉しい。約束だからね、キリエさん。目を閉じて。ああ、いい顔してる。え？はい、これがいいことです。キャ、恥ずかしい。おお。では、代金と購入手続きをお願いしますね。あ、なおちゃん、ありがとうね。もう帰っていいわ。はい、じゃあね、キリエさん。こっからどう展開すんの？カナン取られた。以上で手続きは完了です。それでは後日キリエさんの事務所までアースイ1ヶ月分お届けいたしますわね。ああそうだ、先ほど教えてた通り、知り合いにアースイを紹介してするのも忘れなく。キリエさんは儲けられますからね。そうか、ふふふ、楽しみだな。こいつバカだ。ふふ、こんな素敵なお話ができてよかったです。これこそ私のお礼だったんですよ。なるほどな。こんな美味しい話を教えてくれて感謝している。助けた甲斐があったもんだぜ。うふふ、飲み込みの早い方で助かりましたよ。それではめっちゃ騙されてる。ああアースイ楽しみにしてるぜ。おえ、ほんまにこれで終わり？わあ、買わないって言った方がよかったかなこれ。いや、どうやったやろ。ちょっと社長、何ですかこれ。お、届いたか、アハスイ。アハスイ？ああ、この水を飲むと血液がサラサラになるんだ。お肌もツヤツヤになるし、この水で料理をすると最高にうまいらしいぞ。お前もどうだ、150万で買わないか。友達に紹介すると自分にも儲けが出るみたいで、すごくお得な水なんだぞ。バカがいる。もうそれってネズミ講じゃないですか。え、ネズミ講？ネズミ講方式で、購買者を増やす方法の違法な商売ですよ。何騙されてるんですか。いや俺はただアースイを。アースじゃないですよ、こっちから途方ですよ。もう無駄遣いして、全くこの変な水は捨てておきますからね。あ、おい、そんな騙された。騙されたちゃうねん。おお、なんか、おお、イメージビデオ入手した。まあ、今回この辺にしようかな。わあ、でも、断り続けるパターンも見たかったな。まあまあまあ、それは、まあまあ、これも運命ということで。はい、てなわけで、ありがとうございました。柏店でした。さあ、いらっしゃいませ。久々ガンダーラ来たけど、
気流さんで。いや前のあのアハ水のさ人のやつ見ようかなと思って、わこの部屋でもやっぱ埋まってんね、有村地下上原、はい見覚えのある人たちが、朝倉琴美でもあれは琴美さんか、はい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 、前の人誰やったっけ、あのあれの時のアハ水の時の水木直、あこの子か、水木直この子か、多分この子やな、うん、あ音羽七瀬も俺知ってるぞ知ってるぞ、あこれいつや、あこれ警官のやつか、警官のやつ動画にしてないな、そういえば撮ってない時に終わらせてもうた、遠野美穂、これは誰や、わかんねえ、まあとりあえずじゃあ、アハ水、多分アハ水の後にくっつけてるからアハ水のやろう、うん、それではごゆっくりどうぞ。さあ桐生さんのヒートゲージ貯めてもろて、でもあんまり上原愛でさ、上原愛さんでさ、もう結構お 思い出のセクシー女優なんていうん馴染みのあるセクシー女優はもう終わってもうてるからな、もうこの方も分からへんもんな、うん、誰かに似てる、あのあれ北陽のあの人、羽飛び出てたあの人にちょっと似てる、伊藤やったっけ、伊藤さん若干褒め言葉なんかこれ、あ絶妙にクラスにいそうやなでもクラスにいそうなやつ嫌やな絶妙にいそうやわ、うん、でも風船は出て、あ後ろに風船あるんじゃね、あれ風船チャンスあるんじゃね、結構長ない、あれなんかこの人長いな、どうしたんやろ、あーでも終わりか長いなってなんやねん、はあーよっしゃ終わった、イメージビデオ15回、オッケーオッケー、ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。